皆さんこんにちは。最近メディアでは美人アスリートが当たり前のように取り上げられることが多くなりましたが、体操で美人アスリートといえば田中理恵さんが有名ではないでしょうか。その田中理恵さんは2013年に日本体育大学世田谷キャンパスで現役引退を発表しています。以降はストレッチやエクササイズをはじめとした書籍の出版や、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事、バラエティ番組や CM 出演など様々なメディアを中心に活躍していましたよね。今回はそんな田中理恵さんの体操協会出禁の噂、坂本勇人さんとの関係、旦那がどういう人なのか見ていきたいと思います。体操界のヒロインとしてその筆頭に挙げられるのは田中理恵さんですが、ロンドン五輪後に現役を引退すると母校日体大の教職に就き、さらに東京五輪組織委員会の理事にも任命されています。現在も体操界に貢献しているように見えるのですが、実は日本体操協会から出入り禁止にされてしまったとか。一体何があったのでしょうか。問題が起こったのは10月2日、味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた女子体操世界選手権代表団の市議会でのことで、フジテレビのスタッフがこう話します。2009年から2016年までうちが体操における国際大会の放映権を持っています。今年はこの23日から英国で世界選手権が開かれる。それに向けて事前に選手がメディアに技を披露する市議会で理恵さんに選手のインタビューをしてもらう予定でした。田中理恵さんは引退後、スポルトなどのスポーツ番組で世界選手権の取材に携わってきたといいます。昨年はキャスターとして開催地中国に赴き現地取材を行っています。今年も同様にキャスターとしての抜擢がすでに決まっている。ところが体操協会は局アナが選手にインタビューするのは構わないのに、理恵さんの取材はお断りと通告してきたのです。結局フジテレビは選手へのインタビューを取りやめ、演技の撮影だけを行ったといいます。一体体操界のヒロインに何があったのか、日本体操協会の関係者が打ち明けます。田中が大会に顔を出すのは指導者としてではなく、大抵がテレビ番組のタレントのような仕事ばかり。しかもインタビューでは敬語も使わず、まるで友達同士で会話しているかのような言葉遣いで、もともと協会の幹部からは顰蹙を買っていました。その上決定的だったのが昨春の週刊誌による報道だったといいます。第1弾として巨人の坂本勇人選手との熱愛が報じられ、さらに続けて日体大の後輩にあたる体操選手とのキス写真まで掲載されました。恋愛などには脇目も振らず練習に明け暮れている選手に、取材とはいえ悪影響をもたらしかねない田中を近づけたくないのです。今や田中理恵さんは煙たがられる存在になっているといいます。ですが本人に尋ねると、市議会の取材を断られたという認識はありませんとのこと。スポーツジャーナリストの谷口源太郎さんが以下のように指摘します。田中がインタビュアーとしての資質に欠けていても、テレビに取り上げてもらうためにこれまで体操協会は文句を言うこともなかった。ですがようやく常識的な判断が下せるようになったということです。体操界全体の成長を促す人材の起用をメディアに求めていくべきなのです。ヒロインの本当の姿は悪玉だったのでしょうか。次は坂本勇人さんとの関係について見ていきたいと思います。2人の馴れ初めはいわゆる合コン、巨人選手も参加したシーズンオフの食事会に田中理恵さんが招待されて坂本勇人さんと知り合います。2人は同じ関西出身ということもあって意気投合します。女慣れしている坂本勇人さんがアプローチしたのかと思いきや、田中理恵さんから積極的にアタックして交際に至ったようです。坂本勇人さんと田中理恵さんが付き合っていたのは2013年秋から2014年秋です。当時有名だった坂本勇人さんの夜遊びがなくなったことから、2014年のシーズンオフには結婚だろうと言われていました。しかし交際期間は約1年で破局。なぜ結婚の噂まであった坂本勇人さんと田中理恵さんは破局してしまったのでしょうか。表立って報じられた破局理由は結婚観の違い。交際当時27歳だった田中理恵さんは惜しまれつつも現役の体操選手を引退したばかり。
新たな人生の幕開けも重なって結婚願望が強かったと報じられました。一方の坂本勇人さんは、付き合った当初は結婚を考えて田中理恵さんを父親に紹介していたんです。しかし野球選手としても男としてもまだまだこれからというタイミングで、結局は結婚する気になれなかったようです。そんな2人の結婚観の違いが破局理由の一つだそうです。しかし実際の破局理由は坂本勇人さんの女癖の悪さだそうです。坂本勇人さんの女癖が悪いことは今となっては周知の事実ですが、田中理恵さんと付き合ってた時も含めて生来の女好きは鳴りを潜めていなかったんです。夜な夜な女遊びに興じていた坂本勇人さんでしたが、田中理恵さんと交際を始めてから一時的に落ち着いたことで改心したと思われていました。しかしその女癖の悪さは全く変わっておらず、なんと田中理恵さんにはバレないようにキャンプ先で女遊びをしていたんです。坂本勇人さんが田中理恵さんと付き合っていた2014年春の宮崎キャンプで、宿泊先に23歳のキャバ嬢を連れ込んで浮気していたことが明らかになりました。このベッド写真が流出したのは2015年3月の週刊誌なので、すでに田中理恵さんとは破局した後、しかし浮気された当時付き合っていた田中理恵さんは、女の勘も相まって坂本勇人さんの女遊びに気づいたのではないでしょうか。巨人軍キャンプ地のある宮崎市内で夜の飲食店従業員として勤務していた女性の証言を紹介します。彼女の勤務する店に現れた坂本勇人さんからホテルに呼ばれると、いきなり服を脱がされ口でさせられたといいます。女性によると、夜の坂本勇人さんは甘いマスクなのにオラオラ系で、妊娠を避けるよう頼んでも拒まれ、外に出すよう要求したところ、当たり前やと切れ気味に返されたとのこと。また帰り際にはくしゃくしゃの紙幣をタクシー代として渡され、その金額に不満を漏らすと、もっとあげてもいいけどお金もらいに来たの、金に困ってんのと心ない言葉を浴びたというのです。そんな彼と付き合っていた田中理恵さんは、そういったプレーを楽しんでいたのでしょうか。最後に現在の旦那について見ていきたいと思います。田中理恵さんは2017年に一般男性と結婚をしています。二人の出会いは友人に誘われて参加をした食事会で、初めて会った時、森翔太さんは田中理恵さんのことを知りませんでした。2013年に現役を引退しているとはいえ、田中理恵さんは元オリンピック日本代表選手です。現役時代は美人すぎる体操選手というキャッチコピーで話題となり、マスコミにも取り上げられ、競技以外でもテレビにたくさん出ていました。普段スポーツを全く見ない人でもオリンピックの時だけは見るという人もたくさんいますが、田中理恵さんの旦那さんは全く興味関心がなかったということなのでしょうか。一部の情報では芸能人が好きでプライベートでいろいろな人と食事をしているという噂もあります。田中理恵さんは体操選手を引退後はタレントとしても活動しているので、噂が本当であれば知らないというのは考えにくいです。知らないふりをしたという可能性もなきにしもあらずですが、この自分のことを知らないということが田中理恵さんのハートを射止めるきっかけになりました。街を歩けば声をかけられ、食事でお店に入ればサインを求められることが日常茶飯事になっていた田中理恵さんにとって、特別扱いせずに普通の女性として接してくれることが新鮮だったと語っていました。田中理恵さんの旦那さんである森翔太さんについて、賞がつくほどのお金持ちなのではないかという噂があります。田中理恵さんの旦那さんが独身時代に住んでいたとされる場所は、芸能人も多く住んでいる都内の一等地にある超高級物件で、ベントレーやアストンマーティンを乗り回しているという目撃情報もあります。車について詳しくない人もいらっしゃるかもしれないので説明しておくと、どちらもイギリスのメーカーが生産している高級車で、金額は最低でも2000万円以上です。都内の超高級物件で生活をしながら2000万円以上もする高級スポーツカーを複数台所有して、それを日常の足として使っている、この情報が確かならお金持ちであるのは間違いないですね。気になる職業について調べてみたところ、森翔太さんは太陽光関連の会社の経営者と言われています。会社名など詳しいことについては明らかにされていませんが、太陽光システム関連の商材を卸売りする会社で、年商は約45億円。他にも複数の会社の代表も兼任しているとも言われています。
一般人なのに名前が明らかになっている理由は、これまでに何度も経営者として雑誌のインタビューを受けていたからなのです。田中理恵さんは旦那様の森翔太さんと結婚をした2017年の9月に SNS を通じて妊娠したことを報告しています。その翌年の2018年2月22日、通称猫の日に第一子となる女の子を出産しました。さらに2023年には第二子が生まれるそうで、また家族が増えて賑やかになるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は田中理恵さんについて深掘りしてきました。坂本勇人さんとの熱愛があったとは驚きでした。ネット上では別れて正解との声が多数あったようですね。現在は旦那さん、子供と幸せに暮らしているようで安心しましたね。今後の活躍にも期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。